はい。今日の一問一答ですね。国民健康保険団体連合会の行う介護保険関係業務について正しいものはどれか三つ選べという問題で、まず一番、市町村から委託を受けて行う、行う許諾介護サービス委託の請求に関する審査及び支払いというふうにありますが、これはその通りで、丸、ま、ですね、介護報酬の請求書というものを、 事業所であったり、施設であったりというのは、この国保連に送りますよね。で、国保連が審査をして、まあ、不備や不正がなかったら支払いが翌月末に行われると。こんな仕組みになってますよね。ということで、一番はその通り、丸です。その次、二番。市町村に対する地域支援事業支援交付金の交付というふうにありますが、これは誤りです。市町村に対して地域支援事業支援交付金を交付したり、介護給付費交付金を交付したりするのは、これは支払い基金。 社会保険診療主支払基金の役割になりますので、2番はこれツです。その次3番。指定居宅サービス等の質の向上に関する調査というふうにありますが、これはその通りで丸ですね。利用者さんからのクレームなんかを受け付けてですね、それで調査に行ったり、そして必要があれば助言を行ったり、こういうことをやっております。えー、受付、駆除の受付、調査、助言、こういったことをやってるわけですね、えー。ということで3番はその通りで丸です。質の向上に関する調査を行ったりします。 クレームなんかの流れでやったりしますね。で、その次4番、指定居宅サービス事業者に対する勧告というふうにありますが、これは誤りになります。まあ、勧告というものをですね、する権限を持っているのは行政になります。行政権限ですね、勧告というのは。市町村の都道府県になりますね。ということで、国保連にはそこまでの権限を与えられておりませんので、これは誤りであると。で、最後5番、指定介護療養型医療施設の運営というふうにありますが、 これはその通りで丸です。まあ、ここにもし仮に老犬の運営ときてもこれ丸ですね。で、訪問介護の運営ときても丸ですし、地域道上型サービスの運営ときても丸ですし。 居宅介護支援の運,あの運営と来てもですね、えー、これも丸ということになります。つまりは、介護険サービスを行うことができるということです。提供したいとなってですね、国保連自身が。ということで、えー、5番は丸となりまして、えー、この国保連の行う介護険関係業務について問うているこの問題の正解は、1、3、5の3つが正解になります。繰り返します。1番、市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス移動の請求に関する審査及び支払い。そして3番、指定居宅サービス等の質の向上に関する調査。 そして5番。指定、介護療養型医療施設の運営。この3つが正解しですね。解説は以上です。